ゴコ天気のグアテマラ高地、ウタトラン、またはクマルカフは、グアテマラ、キチェ県にある、タカチマヤ西部の遺跡。ゴコ天気高期のキチェ王国の首都だったが、1524年、ペドロデアルバラード率いるスペインと先住民の連合軍によって滅ぼされた。ウタトランはスペインに協力していたトラスカラ人による名称で、ナワトル語で、足の場所を意味する。 キチェゴメのクマルカフは、文字通りには、腐った茎で古い足の場所を意味し、トランと同義である。ウタトランは深い谷に囲まれた山の頂上に建設されている。キチェ自身の記したポポルブフや植民地時代の文書と比較することにより、ウタトランの各建造物が何の目的で使われたかを明らかにすることが可能であり、このために他の遺跡よりも詳しくわかっている。 建造物には、リネージの会議の建物、神殿、宮殿がある。宮殿の壁からは、壁画の痕跡が発見された。中央広場の西にある、トヒル神殿は現在は残骸しか残っていないが、最も重要な建造物で、ここで人間が生贄にされた。東には、アウィリシュ神殿、南に、ハカビ物神殿、中央には、九ク松ク神殿があった。 トヒル神殿の南と広場の西部には大きな球技場がある。広場の北には洞窟とトンネルがあり、現在も供物を捧げるのに使われている。放射性炭素年代測定によれば、ウタトランの町は1129-1142年の間に建設された。ウタトランは4つの主要なリネージの代表によって支配されていた。同様の支配形式は床炭にも見られる。 ウタトランの街の構造は、キチェの宇宙観、宗教、社会構造を反映していた。1524年、ペドロデアルバラード率いるスペイン軍が、ウタトランに入り、街を焼き払った。2キロメートル東に、スペイントラスカラ同盟の都市であるサンタクルスデルキチェが、建設されてこの地方の行政の中心となり、キチェは、父カステナンゴに、強制移住させられた。 しかしその数年後には再び、ウタトランに、キチェが住むようになり、現在もキチェのシャーマンにとっては供物を捧げる、重要な場所である。20世紀のグアテマラ内戦中、ウタトランは、マイア人の抵抗の象徴となり、遺跡の一角に、軍事基地が設けられた。キャザーウッドによる1840年のトヒール神殿、ウタトラン遺跡の訪問者によって17世紀以来、 多数の報告が行われている。1834年に、ミゲル・リベライ・マイストレが探検を行った。フレデリック・キャザー・アーウッドは、地図とトヒル神殿の絵を描いた。アルフレッド・モーズリーが1887年に訪れた。ウタトラン遺跡の考古学的調査は1940年代のロバート・ウォーチョープに始まる。ロバート・カーマックが率いる1970年代の ニューヨーク州立大学オールバニ校の調査は最も詳細なものだった。2003年から2006年にかけて、ラケルマカリオとクマルカフ民族考古学プロジェクトによる調査が行われた。ありがとうございます。